MLB、カブス6、3、ドジャース、日本時間11日、ロサンゼルス、カブスの今永翔太投手が10日、日本時間11日、敵地でのドジャース戦に先発し、7回89球6安打3失点の投球で今季13勝目をマークした。試合後には取材に応じ、大谷翔平投手から打たれた大飛球についてその時の運なので、運が味方してくれましたと口にした。 動画、本当に素晴らしいと米称賛今永がマウンドで見せた、日本流の振る舞い、大谷との今季二度目の対戦。第一打席は夕日、無視一二塁で迎えた第三打席は併殺で打ち取った。5回の第三打席は右翼後方に特大の飛球を打たれたが、咲く声とはならず安堵の表情を浮かべた。勝負の世界というのは紙一重。あれがホームランかアウトかはその時の運なので。 今日は運が味方してくれましたと引き締めた。今永は三本の被弾を浴びたものの7回まで粘バトウ。8回に打線が繋がり、鈴木聖や外野手の敵地だから相手の失策もあって一気に逆転して13勝目を挙げた。しかし、自分につく興味は気にしない。チームにつく勝利は気にしますがと白星にも笑顔は見せなかった。また、試合前は調子が悪かったと告白。 しかし、この日復帰登板となった山本由伸投手の投球を見て、このままではチームが劣勢に追い込まれると思った。3失点したけど彼の投球が僕を引っ張ってくれたと、感謝を口にした。